マカロニペンギン、ユーディープス、クリソロファス、クレステッドペンギンとして知られている属の一部です。マカロニペンギンギリシャ語から来ています。 EU とリプト、ヨイとダイバーを意味し、クレスト、ロファス、ゴールデンとクレストに翻訳します。イギリスの探検家たちは帽子に華やかな羽をつけた18世紀の男性の任期の後、彼らをマカロニペンギンと呼ぶことにしました。ペンギンの鮮やかな黄色の紋章はマカロニスが着ている羽に似ていると彼らは考え、その名前を付けられました。今日は10種類の信じられないほどのマカロニペンギンの事実について話し合い、これらのペンギンがとてもクールな理由を深く掘り下げます。10マカロニペンギンはたくさん食べる。毎年数百万トンのオキアミがマカロニペンギンに食べられています。多くの海洋生物を消費します。他のペンギンと同じように時々小さな石を食べることもあります。なぜ彼らがこの行動に従事するのかについては様々な理論があります。一部の人々は石がバラストの形として機能することによりダイビングの際にペンギンを助けると信じています。それでも石はペンギンが甲殻類の殻などのタフな食べ物を引くのに役立つと考える人。動物が何匹かいます。この特性は特定の両生類、爬虫類またはアカメアマガエル、ドウグハコガメ、アカメアマガメなどの魚によく見られます。鳥の中でもハジロカイツ類やニシコウライウケイスにも赤い目が現れます。しかしマカロニペンギンの目は特に真っ赤で大きく特に目立ちます。鮮やかな黄色の紋章と黒と白の羽に加えて真っ赤な目はマカロニペンギンの最も際立った特徴の一つです。ナナオスのマカロニペンギンは時々互いに戦う。マカロニペンギンは大きなコロニーに生息する社会的な動物です。しかしそれは彼らがいつも仲良くしているという意味ではありません。人間のように彼らはお互いに神経質になり、宇宙を争い限られた資源を求めて競争します。互いに近くに住むマカロニペンギンは攻撃的な行動に訴える可能性が最も高いです。互いに近接していることを考えるとこれは理にかなっています。さらに男性は他の男性と攻撃的または縄張り行動を示す傾向があります。彼らは時々公安の馬上槍試合に従事したり、公安を使用して互いに格闘したりします。他の人は足ひれを使ってお互いを平手打ちしたり、お互いをつついたりします。これは優位性を主張したり、潜在的な仲間から競合他者を追い払ったりするために行われます。敗北したマカロニペンギンは過度の注意を引くことを避けるためにくちばしを地面に向けて歩いている時に従順な姿勢をとることがあります。ロコメスのマカロニペンギンは2つの卵を産みますが、通常は1つしか産みません。ほとんどの人がペンギンを親と考えるとき
20% の乳児死亡率です。メスのマカロニペンギンはほとんどの場合2つの卵を産みます。ただし最初の卵は通常2番目の卵よりもかなり小さいです。この最初の卵はほとんどの場合メスが無人のままにし、時には完全にメスから取り除かれます。その結果最初の卵が孵化することはめったにありません。とマカロニペンギンはボディランゲージで通信します。前述のようにマカロニペンギンは大きなグループに住む社会的な生き物です。そのような環境に何千年も住むことで彼らは洗練されたコミュニケーションスキルを進化させることができました。彼らはオウムのように人間のスピーチを模倣したり、ゴリラのように手話を学んだりすることはできませんが、マカロニペンギンはボディランゲージを読むことに関しては前かがみではありません。マカロニペンギンは愛情や服従の印として互いにお辞儀をすることが知られています。求愛表現では男性はボディランゲージを使用して毛づくろい、首の振動、頭の左右への移動を通じて女性を引きつけます。さらに従順のペンギンは羽を平らにし、足ひれを前に動かし、頭を下げることによって自分自身を小さくしようとします。4. マカロニペンギンの両親は彼らの若者の世話を交代で行います。マカロニペンギンは卵の死亡率が高いです。10% を失う可能性があります。ひよこが生まれて卵が孵化した後もマカロニペンギンの親の仕事はしていません。オスのマカロニペンギンは最初の数週間孵化したばかりのヒナを自分で世話します。この脆弱な時期に若いペンギンは寒さや捕食者から彼らを守るために両親の温かい毛皮と体に頼っています。3. マカロニペンギンは最も人口の多いペンギン種です。50% 近く減少しました。他のものは特定の地域から完全に姿を消しました。数が減ったため